みさみサークル。ベイFMからお届けしている金粒、はい、さあここからは江藤美沙のみさみサークル。みさみバイってことで、ね、はいということで、はい、もう12月今日は何日ですかね、はい、9日ですね、はい、9日ですね、はい、ということで慌ただしい毎日になってくると思いますが、今年中に皆さんが絶対にやっておかな、やっておかな、おかなければならないことって結構ありますよね。ありますよ。すいません噛んじゃいました。今年中にやっとかないと、いろいろあると思うんですけど、今年の汚れ今年のうちにですよ本当に。ああそう、え何今回は大掃除がテーマなんです。すごいなすごい。そうなんですか、今日大掃除。はい、まあ、気持ちよく新年を迎えるためにもやっぱ年末は大掃除を皆さんされる方が多いと思うんですけれども、まあ区切りということで物を捨てようって思ってる方いらっしゃると思うんです、うん、でもなかなか捨てることができないというものもありますよね、はい、ありますね。ウーマンインサイトが20代から40代の女性に、うん、ゴミだと言われてもどうしても捨てられないものという質問を聞いています。どうしても捨てられないもの、はい、まずは、はい、かわいい箱、缶、ショップ袋、これが多いみたいですね。はあ、こうなんか洋服を買った時のこう紙袋とか、私もめちゃめちゃもう30箱ぐらいバーってあるんですけどもう次生まれ変わるならその箱になりたい物置に置いてるけどね。あ、物置かそうなんです。こう何かに使えると思って撮ってる人は多いと思うんですよね。しかもちょっと自分が気に入ってたり可愛かったりすると、うん、なかなか捨てられないかもしれない。捨てられないし、実際私の場合だとこうレッスン着入れたりとか、こう箱として本当使うから撮ってるんですけど、まあ、これはちょっと女子ならではの視点だなっていう感じですね。そしてもう一つ、うん、映画やコンサートのチケットの半券。え、なんで？あの時、あの人とこんな映画見たなとか、そういうこうライブで盛り上がったなこのライブとか思い出をこう振り返ることができるということで、うん、これが捨てられないという人多いらしいですよ。そうなんだ、うん、またこうゴミではありませんが、うん、人からいただいたもの、うん、もらったものという回答もありました。ゴミではないけど、うん、もらったものかが捨てら、どうしても捨てられないもの。やっぱ自分の趣味とは合わないプレゼントをもらったりすると、うん、そのまま使わなかったりこうしまっておいたりする、うんうんうんけど、やっぱこうもらったからこう捨てられないなっていうのは、そうだよね、あの人がくれたからと思うとね、うん、多い、ね、これが以上5月30日ライブドアニュース参照です。じゃあなんで俺は捨てられたんだろう。あんまいいんですけど、ごめんなさい。逆に箱より俺弱えんだと思いました、ね、箱以下かと思いました、ね、そんなことない。小島さん、なんか捨てられないものってあります？ありますね。何が捨てられないですか？あのやっぱりね、あの例えば僕、うん、あの中学、あ高校生の時は初めてライブやった時に、うん、メンバーの女の子が、うん、みんなにタオルを買ってくれたんですよ、はいはい、もうこんなハンドタオルみたいな、うん、それ未だに捨てられないですね。かわいいなんでかわいいんだよなんか思い出っていうか初めてのライブだったんで、うん、捨てられないですね。そっか、なんかそういうこうハンドタオル、そうです、今でもじゃあありますよ。使ってはなくて取ってるって、取ってあるっていう感じ。あ、いいですね。一番捨てられないもんなんですか？捨てられないもの、江戸さんがその箱とか、うん、そういうのもあるでしょうけど、例えば洋服系なのか、うん、身につける系なのか。私日頃から結構その断捨離というか、結構こまめに捨てるようにしてるんですよ最近。でも中でもやっぱり捨てられないものっていうのは、やっぱりこう初めてこう入ったシングル曲のダンスの立ち位置表とか。あ、私はバレッタっていう、7枚目シングルが私の初めての選抜曲なんですけど、その時にいただいた初めてこう絵と丸絵、こう自分のなんていうんですかね、立ち位置がみんなこう書いてるんですよ。あ、初めて自分の名前があるみたいな。へ、それは未だに撮ってますね。多分それは一生撮っておくんでしょうね。そういうものなかなか捨てられないですけど、うん、まあ、私なりのちょっと断捨離術というのをちょっと見たいと思うんですけれども、うん、もう今使ってるか使ってないかで判断して、うん、あと洋服だと、はい、もう1年間着てないものはもう絶対捨てる。なんか去年着た冬服で、あ、もう今年着てなかったらもう捨てるっていう。
そのシーズンが終わったら捨てます。思いっきりできます。私結構捨てちゃいます。あ、やっぱりなんかね、そういう冷たいとかあるもんね。わかるね、うん、そんなことないよ。ないけど、あとは普段からは逆にこう物をあんま買わないっていうのも気をつけてます。あ、だから貯金が多いんだよね。なんで知ってるんですか。知らねえか。知ってるわけねえだろ。洋服に関してはこうやっぱ握手会とかこういうお仕事なんで必要なんですけど、 ね、それ以外のものはなるべくなんかあんま買わないように気をつけてます。でもあれ、俺のこの間ね、会ったらあの友達が言ってましたけど、うん、1個靴を買おうと思ったら、うん、やっぱ1個捨ててから買うんだって。そうすると増えないよって言われて、はーと思って、捨ててから買いに買うの、そうって言ってました。確かにそれいいかもしれない。そしたら物増えませんよなんてことを言ってましたよ、うん、交換するってことですね。そうですね、年末に向かって皆さんもね、うん、あ、じゃあもう新たな気持ちになるために、そうです ね断捨離した方がいいかもしれません、ね、うん、ちょっと乃木坂グッズとみさみさグッズは捨てないでほしいなって思います。はい、皆さんもお部屋を掃除して気持ちよく新年を迎えましょう。以上、みさみサークルでした。